Good.
Draw. The weight of the competitors will be taken into consideration. The competitor 10 kilograms lighter is favored. Come on!
rule. It's perfect. Thank you.
Come on.
ゼッケン79番のアデミール・ダコスタ選手、体重は85キロでございます。そして試し割りは21枚でございます。 Yamaki has 110 kilos and broken 19 boards. So victory goes to Da Costa, Brazil. Ah!
行います。シュッ！
Come on! Come on! Yeah! 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 Yeah!
Yeah!
Yeah.
Oh!
Yeah!
表いたします。ゼッケン10番増田選手、体重89キロ、試し割り枚数20枚。ゼッケン48番篠平選手、体重103キロ、試し割り枚数16枚。体重そして試し割りともに増田選手が上回っております。したがいまして、この試合はゼッケン10番増田明選手が勝者となります。Matsuda has 89 kilos and has broken 24. Shinoe has 103 kilos and broken 16 balls. So victory goes to Matsuda, Japan. Thank you.
Yeah!
第4回世界大会におけるその館長の唐田さんの立場というのを一つお聞かせください。そうですね、まあ立場と第4回の選手団の中での立場といえば、まあ、それをこうそのチームというか日本選手団をこう引っ張っていかなければならない、そのリーダー的なというか首相的なですね、そういう立場でありましたよね。ただそれ以前に、まあ、日本の王座を守ったというかね、活躍されてたその、中村三平というこの2人の両先輩がね、引退されて、で、まあ、それそういうその伝統を引き継ぐようなね形でこう選手団結成されてこう第4回に向かうわけですけど、まあ、小山総裁はじめ周囲からはやっぱりこう、まあ不安のね声が随分上がってましたよね。まあ、若い選手団でしたしね、まあ、私も24歳ぐらいでしたし、ですから、まあ、それに対する不安というのは、まあ、周囲から随分あったし、正直言って我々の中にもね、自分たちの中にもそれはやっぱり当然不安感はありましたよね。ただまあ、やっぱりこう戦いに行くわけですからね、そこに対してその周囲に対してもそうだし自分自身に対してもそれを打ち消すようなね、そういうまあ反骨精神というかね、そういうものももちろん十分にありましたしね、そういったその、いろんな気持ちが交錯する中で当時はね、日々を過ごしたというか、また大会の現場に至ってもね、まあみんなでそういうね、なんていうのかな、まあ、厳しい戦いでもありましたしね、そういうものをこう、一つ一つこう跳ね飛ばしながらというかね、必死にやってましたね。大山総裁ですね、はい、第1回世界大会の時でしたでしょうか、日本選手が負けたら払う切るみたいなのをおっしゃいましたが、当時もその館長に対するその総裁からのプレッシャーみたいなものはあったんでしょうか。まあ第1回の時は総裁が自ら私が腹を切ると、まあ2回以降ね君たち腹を切れというようなお話でしたけどね、まあ当時私の気持ちの中で、仮にこの1回2回3回とね日本が王座を守ってきた
この伝統が自分たちの代で、まあ、王座を奪われるということになった時のね、責任の取り方というかね、そういうものって当然考えますからね。その時に、まあ、腹を切る腹を切らないっていう、まあ、こういう現実的な、これはまあ一つの覚悟の話ですけども、もちろんそれはもう決死の覚悟というのはね、自分の中にあったにしてもね、現実の問題どうやって責任を取るんだと、こうなった時に、まあ、私が考えていたのは、4回で取られたならばね、まあ、今も単純に5回で取り返そうと。で、自分の中にはその4回の大会を終えて、引退というのはこう、まあ、実際その当時もありましたからね。で、その自分が勝つか、自分以外の日本選手が勝てば、それをもって第4回の世界大会をもって自分は引退しようという決意をして、まあ、その大会に向かうわけですけど、もしそこで王座が取れなければ、日本選手の誰かが王座を取らなければ、自分も第5回までね、それはもう連帯責任というか、自分の責任というね、意識の中でね、第5回を目指そうと。で、第5回を目指した時にね、第5回の代表にも選ばれないということになったら、それはもうもっと優秀な強い選手がね、そこでその我々のその志を引き継いでね、行ってくれるわけだから、その時点で、まあ、自分のその選手生活の幕を引こうという意識でね、まあ、そこで責任を、まあ、その何て言うんですか、義務と責任を、ね、全うしようという、そういう気持ちをそこに集約して、まあ、大会には臨みましたよね。当時、館長が注目している選手というのはいたんでしょうか。まあ、私に限らず日本選手全員が注目してたということだと思いますけど、まあ、当時活躍してた外国人選手はいますね。当然決勝まで結果的に上がってきたアンディ・フグ、それから、マイケル・トンプソン、それから、まあ、ミッシェル・ウェデル、これ3人はヨーロッパのね、スイス、イギリス、オランダの選手ですね。それからブラジルのアデミール・コスタ、この4人が海外の、まあ、強豪選手の筆頭というような意識を持ってましたね。Come on!
今の2回戦の試合について一つ感想をですねお願いします。まあ改めて見てみたら随分あの 長いって言ったらねあれですけど2分も戦ったんだなっていう感じでしたね。やっぱりそのというのはやっぱり緊張感もあったりですね、その一本勝ちしたというほっとした感じですかね。それで結局その感が全部意識の記憶の中が消えてるんでしょうね、最後の瞬間だけで。あのだから相当やっぱり気負っていたし、今のこう見るとあのやっぱり攻撃の、まあ、攻防がギクシャクしてるし、あの間合いが詰まってね、有効な打撃を与えられてないというかね、まあ、だんだんやっぱり試合が進むうちに落ち着きを取り戻してるっていうような感覚はありますけど、やっぱり世界大会の初戦ということでね、随分やっぱりあの肩に力入ってるなっていう、そういう感じはありましたね。一回一回やっぱりその時の状況を見るといろいろこう思い出してね、あの右の回し蹴りを大きく振った時にちょっと膝に違和感を感じたなとかね、 あの時こうだったなということはあの、まあ、今となってはね、まあ、懐かしく思い出されますけどね。Yeah!
ただいまの試合は3回戦マーク・ドックリル、はい、この試合いかがでしたでしょうか。こうやってこう過去の試合を見るとね、技術的な云々というよりもその懐かしさでねあこうだったなあだったなというそういうねあれをこう思い出すんですけど、まあ、彼はその当時のオーストラリアの、まあ、ちょうどサムグレコの前の重量級のチャンピオンですよね、だったんですけど、まあ、非常に穏やかな、ね、人で、すごく印象のいい、人でしたけど、試合が始まって、開始戦からこう前が詰まっていく瞬間にね、額にこうピエッと青筋が立ってね、目が血走ってるっていうね、うわこいつもこんな顔になるんだなっていうのはねそういう印象をね今思い出しましたね。で、まあ、パンチを思いっきり振ってくる、そのパンチにその、なんですか、自信のある選手でね、どんどんこう打ってくるんですけど、まあ今から見るとね、もっとこうできるんじゃないかとか、ああできるんじゃないかとかね、あんまり組み手がうまくないなとかねそんな風にもね、まあ、自分で思いますよね。ちょっとやっぱまだその体が温まってないというかね、タイミングや間合いやそういうその呼吸やみたいなね、そういうところがちょっとギクシャクしてるようなそんな感じは否めませんね見て。落ち着いてよく見てよく見て、よく見てよく見て、よいしょよいしょよく見てよく見て、よいしょThank you.
結果5対0をもちまして、ゼッケン197番の松井選手の優勢勝ちでございます。松井 Japan wins by decision。 4回戦パトリック・グッドラック選手、はい、この試合はどうでしょうか。まあ、バネのある長身の選手だったんでね、前をしっかりこうの、まあ、出入りというかね、そういうものをこうちゃんとやらなきゃいけないなという意識でその試合に臨みましたけど、まあ、途中から下段の回し蹴りがこう効き始めて、まあ、ああいう展開でね優勢勝ちしましたけど、試合を今から見るとそのいわゆる効いてきた下段に逆に自分がねコントロールされているような気もしますよね。あれだったら周りからのこうアドバイスのようにね、やっぱりこう振り分けてね、技を振り分けて、きちっといけばね、もうちょっと明確な差が出たんじゃないかなとかね、まあ、決めることができたんじゃないかなとね、まあ、今客観視すればねそう思いますけど、まあ、やっぱり全体的にこの大会はやっぱりこう気負いがあるというかね、ある意味こう、自分自身の組み手が今一つこうできてないようなね、そんな感じを全試合から受けますね。Through all the first extension.
ただいまの判定の結果、引き分けでございます。体重測定を行います。
ただいまの体重測定および試し上げ枚数につきまして、お知らせいたします。ゼッケン193番の外里選手、体重99キロ、試し上げ枚数は15枚。ゼッケン197番の松井選手は体重 88.5 キロ、そして試し上げの枚数19枚、体重10キロ以上、そして試し上げの枚数に、ともに、松井選手のが有利でございます。したがいまして体重および試し割りともに松井選手がなさっておりますので、ゼッケン197番の松井明義選手の勝ちとさせていただきます。外立て has 99 kilos and has broken 15 balls。 5回戦、外立て選手との試合はいかがでしたでしょうか。日本人、日本代表同士の、ね、試合ということで、お互いに頑張りましょうというような、ね、話で試合に上がったと思いますけど、ちょっとこう混戦というかね、ああいった形の試合にこう甘んじてしまったなというね、そういう反省点ありますね、今見てね。試合というよりも、あれじゃ判定の出しようがないですよね。やっぱりこう展開を考えてね、これいかないと、ある意味この消化試合のようになってしまいましたね。それはちょっとこう見てだらしない試合をしてるなっていう感じはしますよね。ちょっとねやりようがあった感じがしますよね。やっぱ前がもうほとんど潰れた状況でね、押し合いへし合いして、あの状況ではね、やっぱりこう突破口が見出せないですからね。で、外田さんもこう見るとやっぱり、精神的にも肉体的にもね、疲れてね、上がってきたんでしょうしね。世界大会はやっぱり精神的にかなりこうプレッシャーなり、重圧ありますからね。上までなかなか経験してない選手にとってはすごくその精神面での疲労がたまりますよね。だから、僕自身もそのいわゆる消化試合のようになっているという状況ですけど、彼自身の中にもなんかいわゆる同様にね、なんかあのままの状況をどう打破するかっていうような組手の流れを変えるようなね、そういうあれが変化が見えませんよね。お互いのそういう中であんな試合になってしまいましたね。上に上がるまでのね、一つの消化試合のようなそんな感じの試合になってましたね。こういう試合はいけませんね。171番、つかみによる11です。
punch there, punch! I'm gonna get warning for grabbing. ニコラス・ダ・コスタ戦、これはいかがでしたでしょうか。まあ、この選手はあの本来は非常に強い選手でね、すごく警戒してた選手の一人ですし、この大会でも日本代表の選手が、上段に蹴りをもらって綺麗な一本勝ちを、ね、取られてますしね、すごく警戒はしてたんですけども、もうここに来る以前に足を随分痛めてましたよね。トーナメント制 の、 その怖いところっていうのはそういうところで、こういくら攻撃力があっても、そのいわゆるこう防衛力というかね、その、そういうものがないと自分の技を生かす上で の、 その、 防衛力、そういうものがないとやっぱり上まで、ね、こう自分自身 の、 その持ってる力をこう発揮、上に行って発揮できないと。でそういう意味では、まあ、その彼自身が攻撃力が本来ある選手でも、もう防衛力を失ってたというかね、もう体がもうその効かない状況でしたから、これはなんていうのかな、あの試合だけではないなく、その対ニコラス・ダ・コスタ戦ということではなく、世界大会 の、 トーナメントに彼は負けてるし、その流れの中でまあ、私が勝利したというような試合だと思いますよね。Come on!
Let's go! 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 Let's
準決勝マイケル・トンプソンとの試合、これは振り返ってどうだったでしょうか。長い試合ですね。ようやく体も動き始めて波に乗ってきたというような、ね、状況ではありましたよね。なんですかね、この当時のイギリスの選手たちはさっきニコラス・ダ・コスタの時もそうですけど、彼も本来はそういう選手ですけども、フットワークをよく使ってね、前を操作するというか出入りが非常に得意な、ね、選手が多くて、この流れを引き継いだのがある意味オーストラリアのギャリー・オニールだったわけですけどね。すごくその日本選手とは違った意味での出入りがすごくこの上手くて、制空権が非常に広いと。だから自分の中の感覚の中で、いわゆる
射程を外れていると思ったようなところからぐんとこう伸びて蹴りが入ってくるようなね、そういうような感覚というのはありましたね。まあ、ただ前が詰まってこうするとどうしてもこの、まあ、腕をこう押さえるようなね、肩を押すとか腕を押さえるような、まあ、厳密に言うとこれ反則ですけど、そういうような状況の中で、まあ、戦いづらかったなというようなね、そういうものも、まあ、若干はねありますけど、ただ一貫してまあ5回延長してね、最終的にはきちっとこう勝負がついたんですけど、この5回の延長の中で本戦からずっと一貫して負けるんじゃないかなというような、ね、不安感というのは不思議となくてですね、ある意味、まあ、噛み合ったのかも分かりませんしね、まあ、僕の場合はそのトーナメント向きなんでしょうね、スロースターターというか、それまで その試合というのがウォーミングアップになるというかね、そういった形でこう本当に準々決勝、準決勝、決勝というふうにだんだんその調子が上がってくるようなね、そんなところがありましたから、いい状態の時に試合ができたと思いますね。一本取った時っていうのは、まあ、あれは一本、まあ、もちろんその形として一本ですけど、彼にダメージを与えた一本ではないと思いますね。蹴りがダメージを与えたんじゃなくて、やっぱり延長5回がダメージを与えたんじゃないですか、精神的に。まあ疲れちゃったんでしょう、彼もね。そこにやっぱりこの意識を切るようなね、僕のその右の回し蹴りが彼のその顎に入ってダメージを与えたというよりも、彼の戦う意識を削いだ回し蹴りだったんでしょうね。そしてその足がついていかなかったということだと思います。
それでは決勝戦、アンディ・フグとの試合を振り返っていかがでしたでしょうか。はい、まあ、内容的にはね、あんまり褒められたもんでもないですよね。本当に前が詰まっちゃって、お試合、へ試合にどうしてもやっぱり勝敗がつくとなるとね、下がっちゃいけないような意識にもなるだろうし、押されちゃいけないという、まあ、その意識が物理的に、ね、押されないというようなところにこう囚われてしまう部分が あるのかも分からないですね。まあ、警戒するという部分もあるんでしょうけどね、やっぱりこう、攻防のバランスがあまりよく取れてないようなね、そんな感じがするし、今一つこう、まあ、姿勢が崩れてしまったりね、なんか随分感じますけどね。まあ、やっぱりこうさっきも言ったようにこのトーナメントっていうのはね、ずっと、まあ、特に世界大会の場合3日間なんで、3日間のそのものを全部精神的にも肉体的にも背負いながら決勝まで行きますから、まあ、アンディの場合もこの時随分ダメージがねあったと思いますよね。そんな形で本戦あんまりこう精彩を欠いた、まあ、彼的に言うと精彩を欠いたような試合してましたよね。延長になったことによって蘇生したというかね、まあ、ちょっとこう自分を取り戻したようなね、そういう感じがありましたね。
基本的には僕はアンディとは2回やりましたけども、その肌の合うというかね、あまりそういうその彼の攻撃力を脅威にこう感じるというねことはまあ幸いなかったんでね、その部分が運が良かったといえば運が良かったんですよね。でもまあ全体的に見るとやっぱりまあ彼も僕もそうですけど、やっぱりまだね、発展途上にあったような感じがしますよね。ちょっともうちょっとお互いにやりようがあったんだろうなっていうね、ちょっと漠然としてうまい解説になりませんけどね、そんな感じがしますよね。まあ、結果的にその優勝勝ち取って、日本 の, その、まあ、王座を守ったという形になったわけですが、まあ、総括して、感想を聞きたいんですけれども、まあ、そういう決意でもちろん臨みましたけどね、結果を見て、まあ、率直にこの大会の時にねの、表彰式で1位の壇上に上がって、まあ、それこそ大きなトロフィーをねもらってこう周囲を見渡した時に、本当に自分がチャンピオンでいいんだろうかっていうのはね、そういう感覚はありましたね。運が本当に運が良かったなと、アンディもそうですし、トンプソンもそうですし、まあ、増田もそうですしね、増田君もそうですし、まあ、彼ら横に並んでる彼らを見た時にね、果たしてその常に自分が彼らと試合して勝利できるかって言ったら、正直言ってまあ自信がなかったですよね。だからそうすると本当に幸いにしてというかね、運よく優勝をね手にしたなというそんな試合ですからね、そんな大会だったんで、試合を全試合を見た時にね、よくこれで世界チャンピオンだったなみたいなね、そういうその、まあ、こう言ったら始まらないんで身も蓋もないけど、そんな感想も同時にありますよね。まあまあ運も実力のうちという言葉を借りればね、そういう一つの流れの中でね、優勝させてもらったんでしょうけど、非常に反省点の多い、やっぱりいわゆる突きの技術とかね、やっぱこうパンチの技術がやっぱりないしね、一つ一つの蹴りもどうしてもそのいい形でのインパクトを与えてないというかね、インパクトがないというかね、まあね、まあ、もちろんそれがじゃあそういうことがあったからといってね、試合の中で常に勝てるのかというね、その強さとうまさっていうのはね、ある意味こうちょっと違う部分はあったりしますからね、まあ、そのあたりはそう、ね、結果を素直に受け止めてねいいのかもしれませんけども、やっぱりこう技術的なところで見ればね、ちゃんとこうあれだな、ついて蹴る、蹴ってつく、受けて返す、ね、こういうことをこうきちっと積み重ねてね、ああい う, こう混戦がないようにしないとねいけないなというふうにね思いますよね。総裁はなんかその優勝したことで王座を守ったことで何かおっしゃったんでしょうかね。やっぱり僕は総裁とああいう場面で握手をしてね、この時の握手はちょっとこう総裁も感慨深げだというかね、ちょっといつもと違うなというふうに感じたのは2回あるんですけど、それは初めて1回目は100人組手終わって握手した時、この時はねよく頑張ったなというふうにも声かけてくれたし、総裁もね本当にねぎらいをねしてくれた、まあ、もちろん本当にっていつも本当にしてくれるんですけど、まあ、感慨深げというかね、そういう感じでしたしね。で、世界大会の時も本当によくやったと、ご苦労さんというのはね、そういうまあ、よく守ってくれたなみたいなね、そんな印象はありましたよね、僕が感じることですけど。